生年月日聞いて驚くと思います。1982年11月2日生まれの37歳。わーお、信じられないでしょ。アンビリーバボーなんですよ。 Hey guys, it's Minori. Today I wanna introduce beautiful Japanese actress top 5。 はい、今日はですね、皆さんに日本で大活躍中の超美人な女優さんを5人ご紹介したいと思います。よくね、海外の方からは日本とか、まあ、アジアの女性って若々しいとか、なんか可愛らしいなんていうこう表現をねもらうことが多いんですけれども、ぜひ皆さんの国の女優さんと比べてどうかなっていうのを比較しながら楽しんでもらえたら嬉しいです。そして、ね、年齢もお伝えしようと思うので、ぜひ皆さん何歳かっていうのを、ね、想像してもらうとすごい面白いと思います。いいですか。それでは早速レッツゴー。 No.5 新垣結衣。はい、このね、新垣結衣さんは通称ガッキーというねニックネームで、親しまれています。彼女はですね、1988年の6月11日までの現在31歳のですね、めちゃくちゃ有名な女優さんです。私が小学生の時にですね、ニコラっていう雑誌があって、その雑誌のねモデルをしてたんですけど、その後にいつの間にかこうドラマとかでめっちゃ見るようになって、今では超有名な、女優さんになりました。代表作はコードブルーと呼ばれるね、ドラマがあるんですね。お医者さん系のドラマですけれども、それで絶賛大活躍中です。Number 4、 深田恭子さん。はい、彼女はですね、もう奇跡の30代って呼ばれてるぐらい超美しい人ですね。はい、生年月日聞いて驚くと思います。1982年11月2日生まれの37歳。わーお、信じられないでしょ。アンビリーバボーなんですよ。で、彼女はですね、ホリプロスカウトキャラバンっていうオーディションでグランプリを獲得して芸能界デビューを果たしました。37歳になった今も写真集をね、よく発売してるんですけど、毎回毎回それね、ヒットしまくりなんですよ。まあ、そりゃ買うよね、こんな美人だったら。NEXT No.3、 綾瀬はるかさん。はい、彼女はですね、非常に好感度が高い女優さんで有名です。生年月日が1985年の3月24日生まれの34歳。はい、で、彼女もですね、フカキョンと同じでホリプロスカウトキャラバンというオーディションで芸能界デビューを果たしたんですけれども、すっごいですね、実は彼女ナイスバディなんです。ナイスバディだから、若い時はですね、グラビアアイドルとしても活躍していたんですね。ただその後結構ドラマでの活躍が目立っていって、なんか飾らない性格から人気が出たんじゃないかなと思います。 NEXT No.2、 石原さとみさん。はい、もうね、石原さとみさんは日本人女性みんながこんな顔になりたいって憧れている、そんなお顔の持ち主で、彼女はですね、1986年の12月24日生まれの現在33歳で、石原さとみさんってすごいね、不思議なのが、私がちっちゃい時ってちょっとね、妹っぽいというか田舎っぽい感じで売り出してたんですよ。眉毛ももうちょっと太くて、なんか前髪とかもちょっとこう、髪型とかもちょっと重ためでね、で、こんなに美人になってるっていうのが結構多分国民みんなびっくりで、こんなに背中止めて美人になったのなんて思ってた間にね、いつの間にかめちゃめちゃ人気になって、今じゃもう日本のもうトップ女優って感じでね、もう大人気っていう、人は垢抜けるんですね。うん。 And last No.1、 北川景子さんです。はい、北川景子さんですね、美人のもう代表格、そんなね顔立ちをしています。なんか可愛いだけじゃなくって綺麗っていうね、この両方を兼ね備えている顔なので、もう見ていてうっとりするような、そんな女優さんです。そして北川景子さんは1986年8月22日生まれの33歳。もともとセブンティーンっていう若者向けの雑誌で活躍されていたんですけど、これ私は中学生ぐらいの時よく見てたんですけど、その後セーラームーンのドラマに出て、そこから一気に有名になりました。今ではね、毎日見ない日がないぐらい大活躍されてる女優さんです。はい、 So how did you feel about Japanese actress? Please tell me your impression. I hope you guys enjoying this video.
And if you got to like the video, please subscribe and push the like button too. See you at the next video. Thanks for watching. Bye.